この島中達の希望見せてやろう。覆す。かつて天下にふさわしい男がいた。そしてその子もまた波動を継ぐに足る器であった。しかし宗師すでに覇者たる風と格なし。故に我らの才をもって義を改める。話が大きくなってないかな。曹操を除くのはもう分かるけど。将こういうものは徹底せねばならぬ。愚者に己が分際をわきまえさせるためにもな。諦めろ。無駄な温情は本当の面倒くせを招くぞ。門を打ち払え。義をあるべき姿にするのだ。やはり芝一族は反乱を企んでいた。曹操様不在の隙を狙ったな。曹操の患者が潜んでいるのは予測済みよ。騒がれる前に残らず排除するぞ。早く曹操様に報告せねば。これでいい。西門より侵入し急に洛陽を制圧せよ。慌てて帰還する曹操を迎え撃つぞ。不穏な空気。まさか反乱。ここは通しません。芝居が攻め入ってきたぞ。急いで城内の守備を固めるんだ。守りを固めたとて一枚岩ではあるまい。両者で我らの力を見せつけ内側から崩すぞ。死と将は東から、私と春夏は西から回る。両者を制圧しつつ横からまで合流するぞ。旦那様、私たちは武器。助けてがいます。
ていただけるとは。この恩は後ほどきっとお返しします。助けを、大将軍の窮地であるぞ。
焦っては敵の思うつもり。敵の思うつもり。誰もおらんのか、この都に。私の味方は。父上、大変なご活躍で。これより義はあるべき姿に戻されるのだ。